福岡市の高島市長はきょう。 2026年に福岡フラワーショーを開催することを目指すと発表しましたイギリス・ロンドンで毎年5月に行われているチェルシーフラワーショーを参考にするとしていますチェルシーフラワーショーは世界最高峰のガーデニングイベントと言われ国際的な社交の場にもなっているということです花が綺麗ということはまあもちろんなんですけれどもそれだけじゃなくてそのその場自体が社交 ビジネスのが生まれるるそんんなな場所になっているんですよね高島市長は福岡フラワーショーを通して企業や国際機関に交流の場を提供するとともに地元の花産業を活性化したいとしていて来年3月にはプレ大会として福岡市植物園で花の祭典を行うとしています。